はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。また妖怪学園 Y 教室、今日はライドウに頼み、学園マフィアに違って行動、知り合いじゃないか、組織のノーズ、これね、三つ股ノズチカミッチーが来て、どんどんね、シャドウサイド妖怪が来て、まあ、ぶっちゃけてね、ここで言っちゃいいのか分かんないけど、空泣きもね、出てきそうですよね。ね。はい、じゃあ今回はね、隔離ステージとか、その辺のね、解放条件とかやっていきましょう。もし出たらレア妖怪もね、見たいと思ってます。はい、そしたらね、隔離ステージ一発目解放していきましょう。ステージ23ですね、ガキ。なんか真ん中にブルームーン入れると音変わるっぽいね。さあ行きましょう。やっぱ下手打たないで終わりそうだね。しか、まあ、しかでもいいか。ちょうどいいタイミングだよね、しかがね。玉壊しイベントだからね。はい、じゃあクリア。レベルもね、どんどん上げていきたいと思います。はい、隠しルート解放、千葉陣平を使ってクリア。隠されたルートが解放されたということで、あら、キュービー龍介、とりあえず制限がないので、今回キュービーなんですね。Sロングだよな。そのまま行っちゃいましょう。いいね。奮発してくれるのはいいね。キュービー先輩。キュービー先輩持ってんな。じゃあ、カレーパンで我慢して。12,500。クライマックスだったね。本当はクライマックスだの時短とかって言うんだけどね。これで倒しちゃうかな。ダブルアタック倒せない。でも全然溜まってないわ、ゲージも。あっちにしたいな、ブルってね、ブルムーンの方にしたかったけど、ね、お、見せてる。あ、倒しきれねえや、弾。ダメだこれ。これ本当はでっかいやつね。あー、仲間にもなんない。キュービーはね、バフなんで結構使えるっつか、Sランクイベントで使えると思うんでね。はい、ぜひゲットしてください。ウルムはね、倒しきらなかったらでっかい、ボーナス玉ね、降ってくるパターンですね。はい、じゃあ一発目の隠しステージはこちらになります。 Y 学園ね、マタロウくん。そしてコマくん。コマくんってこいつしかないのか、これ以外に聞いたことがないね。はい、じゃあどんどん行きましょう。はい、レア妖怪ね、コマさん、コマサンデーさんなんですけど、ステージ39でも出ましたね。一応ね、ステージ11でも出たんだけど、まあどうなんだろうね。今回はまたボスと隠しステージ以外は出る確率あるのか、またまたね、一応11も確認できたから11も出るのか、あ、特定のとこだけなのかってことですけどね。はい、とりあえず39でも出ました。この辺はね、やりながらやっていきましょう。あらあら、コマくん、さよなら。これ倒しちゃうかな。このボーナス玉結構でかいんだよな。さすが ZZ ランクだな。はい、というわけで
一応レア妖怪今回はね、コマ三太夫さんです。ちょっとゲットできなかったけどね、前回の妖怪学園 Y もコマさんだったから、まあ持ってる人もう多いんじゃないかなと思いますね。はい、39で一応私は出ました。あと11でも出ましたね。はい、じゃあどんどんいきましょう。はい、最後ボス戦いきましょう。なんかスネークが後ろにいらっしゃいますね。これもアニメより、アニメ今週のやつだね。ザ・バイパー、ザ・バイパーのウォッチが来るのだろうかということで、こいつが学園マフィアのボス。ジベン君、あいつはノーズが変身した姿だ。ファイヤーレモネードズ先輩が変身したよね。こいつも YSP 能力者。ドリアー、操られているならば戦って引き戻すしかない。おお、行くぜ。ここはやったか。次のやつが来週か。さあバイパー行きましょう。ランク S 以下でクリアミッションがあるね。まあね、特に。なんかミッチーがかっこいいキャラで出てくれたのはなんか変な気分だね。38,97、ついこの前までアメージングミッチーだったこれで一発でやれちゃうかな。3万はいかねえだろう。ちょっと3万、これで終わり。おお、8000、なかなかいい防御してるじゃん。せっかくだからこれはどう。まだ生き残れる、生き残れるね。これじゃ弾がないな。不動明王最後打ちたいな。これじゃ倒したよな、きっと。まあいっかしょうがないね。はい、ということでハイパーミッチを倒しました。なんか本当妖怪学園のね、妖怪たちもついにシャドウサイド妖怪がどん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 進出来てきて、最後のボスはあいつなんじゃないのって感じでね。ソラナキすらもね、出てきます、出てきそうですよね。ノズチカ、俺は一体どうしちまったんだ。意識が戻ったのか。ならば話したいことがある。これで蛇山千秋ちゃん、これが一応今週のアニメだよね。ノーズ期待外れだな。千秋、こいつはやってたのはお前だったのか。本番はこれからっしょ。奥で待っててあげろ。ということで隠されたルートが解放された。隠しルート解放、ステージ45をクリア。一応隠しステージは一応ボスを倒すと、ブルポンメダルを送って、どんどん成長していったブルポンがね、ジンペイ君ようやく本当の姿をお見せできるよ。完全体になった僕の魔法をご覧に入れよう。ブルポンすごく強そう。どうやら必殺技に反撃をしてくる。あ、これあれか、必殺技の効果も無効か。特殊能力を使ってうまく戦おう。はい、というわけでブルポンがここに来てしまって、隠しステージね、これはまたちょっと別途やりたいと思います。そして次の隠しステージは Y 学園のキャラが有利のようだ。あー、やっちまったな俺。はい、という感じでスカイスネーカーチキ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 、気をつけてジンペイ君、とてつもなく強いオーラを感じてるよ。 Y 学園以外のキャラはパワーダウンしてしまう。どうやら必殺技に反撃してくるっていう感じで、ちょっと今まで Y 学園イベントをサボってきた私としてはかなりやばいイベントかなっていう感じがしてきました。その作戦に来たか、なるほどね。はい、すいません、じゃあ今回とりあえずすいません、今回こんな感じにします。隠しステージね、今回キュービ先輩しかいないんで、はい、ブルポン倒して順番にね、スネスネークを倒せるように。うん、スカイスネークは種族縛りないんだね。うん、ないので、まずブルポンね倒して準備したいと思います。
はい、じゃあ今回こんな感じかな。特殊能力持ちキャラ、いやー Y 学園キャラのみか、なるほど、ちょっとサボっていましたぞ。はい、じゃあすいません、今回こんな感じします。レア妖怪はね、さっきも言った通り、39でも出たし11でも出たし、まあ、なんとなくはね、隠しステージとボス以外は出そうな気がしますが、まあちょっとこれもね、周回しながら確認したいと思います。はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまたボス戦でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。なるほど。